はい、シノビズムゲーミングのハイジャニです。ももちです。今回はグランの使い方攻略動画を撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、グランは主人公、主人公ですね、グラブルの性能もザ主人公というか、ね、なるほど、割ともうスタンダードなキャラということですかね。そうですね、はい、基本的にこの飛び道具、はい、で相手を牽制して、はい、ジャンプした相手を対空技で迎撃するっていう感じの、はい、かなり分かりやすいそうですね、キャラですかね。立ち回りが非常に強いキャラクターです、うん、通常技などはどうですかね。通常でもめちゃくちゃ性能いい、使い勝手がいい技が揃ってて、はい、この立ち中、中攻撃、立ち強、はい、でこの2つをキャンセルして飛び道具を打ったりとか、うん、もう突進技を打ってダメージを中間距離からでも取っていける。なるほど。でこのジャンプとかも強くて、ジャンプしてこの、ああめくりがかなり、はい、特殊ボタンですね。これがすごい、はい、あ、これ特殊ボタン、はい、相手にまとわりつけるんで、うん、でこんな感じで弱弱とかからコンボを決めて、そうですね、はい、っていうのが基本なんですけども、ちょっと基本コンボの方じゃあやっていきましょうか。はい、そうですね、見せてくださいよ、はい、とりあえずまあ普通に弱中強から、うん、この突進技、突進技ねをやる、あとこのしゃがみジャーキックの2発から、これ下段技なんで、はい、これを当たったのを見てから、まあいいですね、まあ入れ込んでもいいですけど、まあ、弱弱からしゃがみ弱攻撃から、はい、必殺技と、多分この2つですね、基本的には。で、十分。十分、もう。本当に十分対戦できます。うん、弱中強必殺技、はい、しゃがみ弱弱必殺技、この2つを使っていてください。なるほど。はい、じゃあ、まあガードする相手には普通に通常の投げを。そうですね。やって崩す。ガードする相手には、はい、でもガードする相手にも弱中強ってやって、この飛び道具をキャンセルするところは、はい、打っちゃったりとかで、隙をなくすこともできるんで。はい、まあ、これで仕切りました、はい、だから結構このキャラはもうボタン連打でこう近づいちゃって、うん、まあヒットしててもガードしててもガンガン突っ込んでいく、攻めれるというのがまあ特徴ですかね、うん、まあ使いやすい、非常に使いやすいです、はい、癖が本当になくてっていうのが特徴ですかね、うん、じゃあ割とこうグラブルから格ゲーを始めるっていう方にもまあおすすめできる。おすすめです。グラブルから格ゲー始める方にもおすすめですし、はい、格ゲー経験者でグラブル VS をこれから始めようという人にも非常に、うん、なるほど、おすすめのキャラクターですね。まあグランを使うと割とこうグラブル VS のゲーム性が分かるというか、あ、そうですね、はい、基本が詰まってるというキャラクターですかね、はい、じゃあ次は応用コンボの方を紹介させていただきます、はい、応用コンボ、まあ、先一緒で弱中強から強の飛び道具を出すと相手が浮くんで、はいはい、まあ、こういう感じでそこでしゃがみ強で拾ってキャンセル突進技、はい、でさらにそこから立ち中からライジングソードで追撃、ライジングソードで、これはもう相手を画面端に追い詰めた時に最後ライジングソード で締めるという、大ダメージが取れるんで、はい、画面端で攻めた時はちょっと狙ってみるのもいいかなという感じですね。じゃあ割とこの強の飛び道具は結構ね、ガードした相手にも、そうです、もう入れ込んじゃってもいいぐらいの感じですかね。これはもうガードされても、はい、隙がないんで、この技は、うん、もう全然もう打ってしまうっていうのもあり、ね、当たっててもガードされてもこれに行くのが結構おすすめ、ね、そうですね、ですね、当たってたらしっかりコンボに、はい、いけるとまあダメージが奪えると、はい、いいですね、これはいいことですね、はい、はい、じゃあちょっと、はい、これを踏まえて実戦編、ね、ちょっと対戦の方でそれを、はい、見せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はいはい、ということでじゃあ実践編ということで、はい、メーターですね、はい、さあということで、はい、実践編ですね。相手はメーテラ、メーターですね。これは狙いとしてはやはり序盤はもう接近していかに接近するかという、はい、あ、いいですね、やっぱ遠距離戦は相手の方が強いんで、はい、なるほど。まあ、グランもね、飛び道具いくら強いといえども割とこうやったメーテラのような飛び道具に特化したキャラにはちょっと分は悪いの で、ね、まあ、いかに逆に相手はその接近された時に返しづらいんで、はい、さあこうなると、まあ、じっくりこう飛び道具打って、そうですね、削りをやっていきたいですね、はい、立ち回るというところですかね。この状況は無理して接近せずとも、はい、相手が寄るしかないので、はい、こういう感じで相手が寄ってきたところを
迎撃すると迎撃しますね、はい、ライジングソードで、あ、ライジングソードを出していく、はい、ライジングソードは出始めに無敵があるので、はい、ああいう感じで相手の攻めを切り返すことができます。やっぱグランはねスタンダードなキャラなので、ああいった押し引きっていうのがすごくバランスよくする必要があるので、まあ、そこがね楽しいキャラですよね。さあ少し劣勢ですが、さあこの橋は先ほどのね応用コンボもありますからかなりダメージが出るポイントですね。さあここで解放奥義が使えますね。グランの解放奥義かなり強いと、強いですね、はい、ぜひ狙いたいということなので、さあここでしゃがみ弱攻撃2回から解放奥義、福山さんとこれ攻めを継続できます。なるほど、直されてもまあ隙がないので、あ、こういう感じで端っこでも結構その固め的にも、はい、固めにも使えますね。はい、ではね、はい、2試合目は、シャロッテ、シャロッテですね、はい、まあ、シャロッテ相手は相手がかなり接近戦を挑んできやすいんで、うん、まあ、ちょっと引き気味に戦って、なるほど、なので、まあ、グランというキャラがね結構バランスのいいキャラなので、まあ、相手のプレイスタイルとかキャラクターに合わせてこちらも変えていくという、そうですね、それが非常に魅力的なキャラクターですね、はい、さあこれは一気に勝負を決めれそうですか。もうこれ手堅く、ここはもうじっくり、こういう時に本当に飛び道具が本当に強くて、強いですね、やっぱ飛び道具があるんで相手がその攻めるしかないんですよね、うん、で攻める相手に対してもなかなかグランは対応する技を多く持っているので、まあ、非常にバランスがいいですね。やっぱりこのしゃがみ弱が本当にリーチがすごく長くて、うん、いきなり下段を攻めれるんで、はい、まあ、結構ああいった前ダッシュからそうです、ね、しゃがみ弱攻撃で相手に触れに行くのはかなり強い限定ですね。さあこれはしっかりリターンの高いタイプですかね。さあこれはガードされたがなんとかなりましたね、うん、まあ、これはお相手の人がうまかったといったところですね。ちょっと遅かったですね、出すのは、うん、ライジングソード、ライジングソードはそうですね、ちょっと発生的にはそこまで早くはない、そうなんで、はい、結構 早めに出さないと、うん、ああいう感じでガードされてしまうっていうのがありますね。あ、いいですね、相手の回り込みに対してもしっかり確定を取れると。さあこうなるとね、グラン的にはさあライジングソードが空を切りますが、かなり有利ですね、まあ、状況的にはまだ全然、はい、まあ、まだねグランには解放奥義のバハムートも残ってますから、いざとなれば、お、これはもうこの飛び道具、飛び道具の強さですね、はい、削りダメージもあるんで非常に有効ですね、はい、なるほど、まあ、こういう感じで本当に飛ばせて落とすっていう戦法が、うん、シンプルながら強いと、はい、で相手のその隙をついてまとわりついてコンボを決めるっていう感じのキャラクターですね、はい、なるほど、はい、